はい、どうも、シュウテイビです。テイビです。そして、田中です。はい、お願いします。はい、というわけで本日は変化球講座です。というわけで本日は先日翔平図の試合がありました、はい、その時にピッチャーやってくれた田中くんが今回は素晴らしい変化球をねご紹介いただけるということでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、で今回投げる変化球は今回はチェンジアップをお伝えしたいなと思います。はい、お願いします。いや、チェンジアップ俺ら投げれないんで、うん、いや、それはマジ助かります。実際に試合で使ってるじゃないですか。まあ、そんなことなかった。ちょっと投げ使ってもらえないよね。使ってますよね。はい、なんでそれを実際に今回は聞いていきたいなと思います。で今回2回目でやって、はい、変化とか軌道とか、うん、いろいろ握りとかね聞いていきたいと思います。それではやっていきましょう。 GO! はい、じゃあまずチェンジアップの投げ方握りを。はい、チェンジアップの握りはちょっとうまく言えないんでこれ見せながらにしようかなって思うんですけど、まずもう完成形でお願いします。はい、こんな感じです。お、中指は浮かしてって感じです。でちょっと詳しく言うと、ここのラインとここのラインに沿って人差し指と薬指を置いて、で、親指は結構自由にやってるんですけど僕は結構他のプロの選手とかと真似してこんな感じで輪っかを描いて持つようにしちゃってます。なるほど。その人差し指と薬指が結構メインになってますか。そうですね、支えるだけみたいな感じで実際投げるときはここの手のひらで押し出しながら投げるみたいな。なんでここにかけるのとここで出すのと両方一緒にやるっていう風な感覚としてはそういう感じになってるんですけど、まあ、投げる人は投げやすい感じでやってもらうといいんじゃないかなって思います。こういうことですね。薬指こっちですね。あ、痛い痛い。手が小さかった。もうちょっと浅くでいいと思うんですけど、あ、あ、全然ここ沿わないんですよ。あ、むしろなんかこういうことかけるだけみたいな。2本でフォーク挟むみたいな感じか。だいたいボールのなんか真ん中から上3分の2ぐらいのところに、だから通りで合わなかった。合わせて指の関節的には人差し指の第一関節と薬指の第一関節を縫い目と直角みたいな感じで合わせて。いや、これなかなか握るの難しいです。マジですか。でこのまんま手のひらと両方使ってうん、抜きながら押すみたいな。まずキャッチボールやっていこう。よし、はい、行こう。あ、でもいい感じじゃないですか。ちょっと抜けてますけど、でもこのまままっすぐ出せば。あ、やばい。あ、めっちゃいい。あ、やばい。あ、めっちゃいい。え、めっちゃいいっす。え？めっちゃいいっすよ。めっちゃいいじゃん。え、めっちゃいいっすよね、今の。ああ、いい。あ、結構いい感じっすよ。いいと思います。今のは投げ方じゃなくて多分足だと思います。短いからな。おー、すげえ。短いからな。おー、すげえ。すげえ今の。めっちゃいい。めっちゃいい。いいね。え、めっちゃいいっすよ、本当に。本当にいいっす。あ、えぐいえぐいえぐい。あ、えぐいえぐい。やばい、むずい。全然今の、振ります。チェッて幅こび本番。あ、いくい。あ、いくい。あ、なるほどなるほど、ね、いくいいくい。全然合わない。なるほどなるほど。うん、えぐい。すげえな。同じ腕の振りで来るからえぐいっすね。うん、あ、やばい。あー、やばい。クッて止まる一回。クッてね。あー、えぐい。入んねーな。おー、早い。入るか。あー、えぐい。
あ、えぐい縦スラ、まあ、あれがナックルカーブっすね、やっぱ、うん、はいえボールが、うん、オッケー、はい、というわけでお疲れ様でした。いやいやいや、すごいわマジすごいわ。これが緩急ってやつなんだっていう。自分じゃ分かんないんですけどね。いや実際映像で見たら分かるからね。あ、楽しみにしてます。めちゃめちゃいいっすよね。はい、両辺どうでしたか。いや、あの人差し指と薬指でロックしてるから抜けないっていうのはなんかイメージ的にはそうじゃないですか。こうやってロックしてるからこっちも行かないしこっちも行かないっていうのは、ああ確かに。これは試合で使えますか使えませんか。ちょっともうちょっと練習して使えるものにしたいですね。使えないということで。あじゃあ、いきなりは無理よ。いきなりは。両辺ひどくない？じゃあ、いきなりは無理。せっかく教えたのに。せっかく教えがいがないな。違うよ。いきなりは無理だってさすがに。明日には投げてほしい。ちょっと試してみるわって言って大会で。大会。そうそう。はい、というわけで本日はチェンジアップを富田君に教えてもらいました。この動画いいなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペタントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まああの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形、まあ、常に横から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんないん で僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。